行くぜ。あんたを忘却の彼方に送るために。わからぬか、貴様は我が道行きの五号の石に過ぎる。皆の者、ここは一つ拙者に任せん。そろそろ見せてやろう。ここが新しい港か。いい眺めじゃねえか。すでに退路を断たれているとも知らぬと。それがしと出会った。それが貴殿の失策だ。今の状態ちょっとまずいかも。案ずるな。我らとて元就様の思惑は分からぬ。これぞ、テルヒの大鏡よ。天津氏の力にて、すべてを焼き尽くせ。ああ、鏡が攻撃してきた。そろそろ見せてやろう。ならぬ、皆の者、陣を取り戻し、光を収束させよ。夫人の隙など照らせば一目瞭然よ。昔から夢だけはでかかったな。さあ、共に戦場へと埋没する駒となろうぞ。そろそろ見せてやろう。それ以上失敗したら怒られるぞ。どうした、疲れが見えておるぞ。ボロボロ見せてやろう。貴様らに心はいらぬ。幾度も言わせるな。え、は、は、
戦場の熱が増したか。煩わしい。息を殺し、我は時を乗り越えてきた。貴様にその道のりはわかるまい。進め、天月の友柄どもよ。今こそ白日のもとに我が名を記せ。孤独ってのは死んだ後も続くんだ。頑張ろうぜ。俺たちがやらずにどうする。心は動かぬ。未来永劫にだ。我が頭上の大鏡を脱するか。不確定はこの世、ゆえに貴様もこの世。試作はめぐれど腕がめぐらぬか。我は誰よりも悟く脅威であった。お祈りの間に終わっちまうぜ。これでどれだけの償いになったのか。いや、まだだ。俺はまだ、それを許さねえ。